さあ、それでは続きをやっていきましょう。ではね、800番のペーパーで磨いていこうと思います。ジャボーンと、ゴシゴシ。いまだにね、たまにあれなんですよ、質問もらうんですけど、洗わないんですかっていうね。そう、ここで結局塗料を1枚落としちゃうんで洗わないんです。特にね、本当に最近のキットはね、剥離剤が結構いいんですよね。その塗料を剥がしにくい、まあ古いやつでも結局はこうやって最初に作法1枚こう落とすっていうね、工程を入れちゃうんで、どの道磨かないんですけど、そう、洗わないんだよね僕は。で、なんだったっけ、これをやった後に洗ったりだとかねするんだけど、それはやっぱりそのこういうさ、見えると思うんだけど、こういう粉がねモールドの中に入ってっちゃってるから、それを流し落とすためにも洗うっていう感じなんだよね。だから別に順番的には合ってる間違ってるとかそういうのはないんで、ないと思ってます。この状態でただ水気を取ってティッシュとかで拭くぐらいでやっちゃうと、モールドにそのね粉が入った状態で、いや、また下地処理というか、まあサフを拭くっていうふうになると、その粉と一緒に固めて、せっかく掘ったモールドがね意味がなくなっちゃうからね、粉がモールドを埋めてしまってねっていう考え方です。そう、効率よく作っていくために、まあ実際僕の場合それでこうやって作って、まあ出来っていう感じなんで、まあ理解いただけたらなと思いますね。ここだってさっき超音波カッターでね切ったけど、そのままだしね、見えなくなっちゃうっていうのもあるし、こうやってペーパーでこうやって落としちゃえばさ、同じことだからさ、一生懸命そのね、そのそれでついたバリを一生懸命取るっていうのって無駄なことになっちゃうからさ、まあもちろんここにオーバーフェンダーがつくっていう名目だからこのままでいいんだけどね、オーバーフェンダーがつかないっていう風になったらそれなりに綺麗に仕上げないといけないからね、いろいろ手は加えないといけないと思うけど、見えなくなっちゃうところはそれで十分だと思うんだよね。600番、まあ毎度結局言うこと一緒になっちゃうんだけど、600番でやると目が荒すぎて結構深いこのヤスリがけの跡が残っちゃうから、800番ぐらいがちょうどいいんじゃないかなって思って800番にしてある感じです。600番の方がね、それはもちろん作業性はすごく早くていいんだけどね、だけどそのヤスリの傷が、ペーパーヤスリの傷がねひどくつくんでね、ここで結構そのペーパーヤスリでの跡が残っちゃうと結構大変なんだわ。サフ拭いても消えないからね。そうすると塗装してもそこの傷っていうのが全然取れなくてみたいな、
でトップコートしてみたいなさことやってても全然もうその跡がしっかり残っちゃってさ、結局なんか深い傷がなんかへこみ傷みたいな風にも見えちゃったりだとか、まあそういったことを考えてやらないように、600番は使わないようにしています。こういうね段の部分とかね、600番の方がもちろんすごく取れやすいんだけどね、こういうの。結構深い。正直言って800番で取るのは結構きつい。結構こうゴシゴシやらないと取れないんだよ。だけどここはもうただこうやってこすっていればいずれ取れるから。だけどそのね、さっき言った600番でついた傷っていうのはそう簡単に取れないからさ、このぐらい。ちょっとカメラ映らないな、光が強すぎて。まあほとんど撮れたね、 OK だ。あ、大事なこと言ってなかったね。ここの、このなぜこれ1枚落とすかっていうのは、その今のパーティングラインとか、このキットに作る際にできてしまったあの引けとかね、そういったことのために取ります。へこんだ車は嫌なんでね。特に光が流れる時にはすごく分かるからさ、シューンってこうね、サササササーとこうさ、光が流れていくときにペコンとか言っていてへこんだりさ、エクボができてたりとかね、すると本当なんかね、綺麗にピカピカに作ってさ、新車っぽいみたいな、へこんだ新車っぽいみたいな感じだよね。なんかもうクレーム品じゃんみたいな感じでになっちゃうから、それを取るために1枚こうやって落とすよと。綺麗にできた失敗作みたいになっちゃうからさ、実写で言うとね。これ3台分やったら手がめっちゃふやけそうだな。まあ頑張るか。パーティングラインか。なんか浅いモールドでもあったのかなとか思ったらパーティングラインだった。一回作ったけどもう忘れちゃったんだよね、具合を。そう、前回あのやらかしたここのエンブレムをね取るっていうの、あとこことここの日産のマークと、あと向こうの GTR のマークを取ることを忘れないようにしないと。まあこれでペーパーで800番で磨いていけばそのうち取れちゃうけどね。よしよし、順調順調。だいぶ取れてきた。だよ、ペーパーが目がなくなってきた。よいしょ。
ね、結構落ちてくるでしょう。なんか画面がちょっとちっちゃいな。こうか、こっちだ。ね、だいぶ取れてきた。こうやってさ、折り曲げたりして、こうやってね、重点的に当てるとかね、するのもありですよ。だから実際そんな力は入ってないよね。だから過剰に取れることもないし、エッジが当たってこっちの方とかがこうそこだけへこむみたいなことが、こういうふうに折り曲げて使えばね、ないから。よし、取れた。ほらね、取れた。まあ、っていう感じでね、これを全体的にどんどん取っていってあげましょう。これってモールドか？モールドというかへこみの部分なんだ。まあこれはこのまましとくか。ダメだね、一回作って時間が経っちゃうと忘れちゃうね、どんな感じだったか。なんだろう、実写に近いように作るのもいいと思うんですけど、なんか実写通りに作るのが一番いいと思うんだけど、一番いいんだけどね。自分がこう作りやすいように、こう、まあ形を変えてしまうというと大げさなんだけど、微妙なボディの膨らみとかね、もっとここはこう膨らんでるはずみたいな直していくっていうのもいいと思うし、逆にでもそれはちょっとできないからっていうので、要はそこに目を生かせないような形で作るっていうのも大事だと思うんだよね。まあどっちがいいかって言えば、それはもちろんね、その人の楽しみ方次第なんだから、どっちと。リアルを求める作り方っていうのと、やっぱりそのなんだろう、どこかここだけはちょっとこう気合い入れて作ったいい感じの、だから逆にそこがリアルない、他のところがリアルじゃなくても逆に評価が高かったりだとかね、っていうのがあると思うんだよね。まあガンダムの世界は特にそういうのがよくあると思うんだよね。結局はあれは架空のものだからさ、まあよう言ってもアニメでの話っていう感じでね。よし、こんなもんいいでしょう。ここちょっと残ってるけど、まあこれ意外と多分大丈夫だと思う。このまま残しちゃって、なんかこういい感じの飛び抜けた感じに作る方が結構目を引いていいんじゃないかな。その大きく形が変わるわけじゃないからね。例えばここのね、今の黒いところでも、本当はここちょっとへこんでんだよね実写はみたいな感じだったら、やっぱりこれこのままにしないといけないし、だけど光の流れをこう優先にしたいとかいう風になった時に、ここのへこみがあったりすると、まあ例え話だけどね、おかしいっていう風に、光の流れが悪くなるから嫌だっていうような改造も別にそれはそれでありだと思うんだよね。だから何が正しいとかはプラモデルってないからさ、特にこういう改造車両とかいう風になるとね、いいと思うんだよね。まあでも本当、実物が存在してるっていうものは正解があるから、なかなか難しいよね。架空のものの方がまだ自由度があっていいような気がする。だから僕もこう作っててあれおかしいなって思う時もあるし、逆に忘れてたっていう方がまあ結構多いんだけどね、後で画像検索で調べてみたら、あれ？みたいなね。もうダメだ、ちょっとこれ拉致があかんな。
話も続かなくなってきちゃうんでね、うん、モールドひどいな結構。まあ結構こうやってね一生懸命磨いてる時にねこうギュッとこう握ってるからさ、あの変なところに力が入ってパキンと折ったりパーツが曲がっちゃったとかならないようにだけね気をつけて磨いていってみるといいと思います。こうやって見ると天井もかなり歪んでんだよね。やっぱりこうペーパー当てた時に高いところが一番最初に削れてくるからさ、でへこんでる部分が残るからね。こことここにエクボがあるんだよねちょっと、ね、あ見えてるねカメラで。どこにエクボがあるかとかパッと見の時にはわからないけど、サフをこうやって1枚落としていく途中で見えてくるんだよね。ね、そうすると実車だったらねへこんだ車っていう風になっちゃうじゃん。こうやってやった時もここがへこんだ車っていう感じになっちゃうよね。そのまま1枚落とさずにやっちゃうとベコンってこう光が流れるときにツツツツってこう流れるんだけど、ここで光がなんだろう溜まるというか止まるというかさ、まあそういうのも意識していくといいんじゃないかなって思いますよ。ここのラインはここね膨らんでるところだからあんまり一生懸命取らない方が逆にいいかなって思う。よし、なんかペーパーがすぐダメになるな。この前大量に買っといたからな大丈夫だ。よし、まあ、とりあえずこんなもんにしとこう。よし、ではあとは一旦ちょっとカメラを止めさせてもらって、まあ一人でこちょこちょとやらせてもらって、また仕上がったらねこんな感じですっていうのでお見せできたらなと思います。よし、では一旦カメラ止めます。さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回は本当はねペーパーで1枚落とした後にね、どんな感じで落としたかってお見せしようと思ったんで、ちょっとね巻いていこうかなと思いまして、でもうねあれから黒サフをもう一回塗ってしまった状態で、まあ一晩乾かしてっていう感じかな。でここから今回、まあ、本塗装ということで何色を鍋さん今回塗るのかなと。今回はね、超高級塗料、超っていうとね、まあ個人差あるんであれなんですけど、高級塗料を使うことにしました。なんとこちらじゃん。なんか暗ぼったいカメラが、こいつのせいだね。うん。わかるかな、これ。プリズムメタリックブルーバイオレットっていうね、あのガイアから出て、この1本1350円します。めちゃ高い。
容量はね 300ml、 超少ない、まあ通常のガイアよりちょっと多いかなっていうぐらい。こっちがいつものね、普通に買う時のじゃない、普通のサイズの、これがいくつ入った時、18とかそんなんじゃなかったかな、忘れちまった、15だ、 15ml に対してまあ倍の金額、まあ大体これが1本200円ぐらいするのに対して、これがまあ1350円しますよと。まあこれね、結構値段も高いんでね、どんな色になるのかっていうのを気になる方も多かったんじゃないのかなと。まあ名前の通りプリズムのメタリックのブルーバイオレットな色っていう感じだね。プリズムっていうのは余分なんじゃないのかなと思うけど、まあでもメタリックのブルーバイオレットって感じではある、確かに。では早速塗っていきましょう。これを1対1で割った感じ、もう割ってあります。あのね、これね、なんだろうね、メタリクリアメタリックな色に近い感じかな。結構ね、色味的には薄いんだ、すごく。だけど色味は薄いんだけど、だから下地の色が結構影響して出てくる感じかな。なんか、メタリック、クレオスとかで最近出てるメタリッククリアみたいなやつが出てるじゃないですか。あんな感じのイメージかな。だから下地の色をしっかりしてあげないと、ちょっと遠いね、もっと近くしてあげないと、見えるかな、あ、見えるね。まあ、いつものごとくこの縁からこう、下地をちゃんと、なんていうのかな、雑に色を塗っちゃったりすると、例えばこの、ブラックサフ、ムラなく塗ってあげないと、ブラックサフでも、色がしっかり、なんだろう、いつもだとね、なんか足付けみたいな感じで、さーっとやっておけばいいでしょみたいな感じがあるんだけど、そんな感じじゃないんだよね。足付けではなく、もう下地の色っていう形で作って、塗装をサフでもしてあげないと、そのさっき言ったみたいにクリアな色味になっちゃってるんで、色の具合なんで、透けちゃうんだよね、色が。だから下地も、もうしっかり黒を、下地が、プラスチックのね、キットが見えなくなるぐらいまで塗ってあげないと、ダメですよと。カメラ映ってるね。でも残念なところが1個あるのが、まあその今こう撮影してるんだけど、メタリックっていうか、ちょっとこれそのプリズムっていうのかな、独特な色味だから、カメラでね、色が伝わりにくい。今こうね、 LED が強く当たって自分の目にはすごくいい色に見えてるんだけど、多分カメラ越しにはそんなにいい色に見えてないのかもしれない。ちょっとこれはすいませんね、画像編集してる時に自分でやっと気づくかなっていう感じなんで、画像じゃないよ、動画編集だ。で、こうズバズバズバっとこう吹いてあげて、で、なんだろう、2回吹いてあげると全体的に色ムラのない色が表現できるんじゃないかなって思う。2回ぐらい、3回ぐらいまで吹いちゃうと、今度ね、色が濃くなりすぎちゃう感じかな。まあちょっとこれは若干慣れがいるかなっていう気もする。色がこうね、やっぱりメタリックだから寄っちゃったりするとダサくなっちゃうから、程よいところでやめてあげないといけないかな。こんな感じ見えるかな、わかるかな。ちょっともうちょっと、今このカメラ越し、今このね、横にモニターがさ、小さいハンディカムだからついてるんだけど、それで見るとなんか変な色のブルーに見えるんだよね。だけど実際は本当にね、なんだろう、何色っていうのかな、これ紫に近い青って感じかな。青に近い紫というよりも紫に近い青って感じかな。で、鍋さん大好きこのキラキラが強い、これはかっこいい色だな。だけどさ、これさ、何に使うんだ、これ以外に、これ以外っていうか、何に使うんだろう、この色って。結構ガイアって、なんか若干、なんていうのかな、 あれのために作った色じゃないのかなみたいな感じのがあったりするんだけどね。ガラスパールなんてさ、いかにもあのサイコフレームを塗るために作ったんじゃないのみたいなさ、もちろんそうね、大きくはそんなこと言わないけど、
ね、あからさまにサイコフレームにあのガラスパールを吹いてキラキラに見せるみたいな目的で、そのまた販売されるタイミングが一緒だったからさ、そんな風になんかね、ひっそり思っちゃったんだけど、やっぱりこれもなんかそういうさ、何々と合わせてで作られたのかなみたいな。もう完全にこんなのね、車に今こうやって塗ってるけど、こういうちょっとこうね、イケイケな車にしか使わないような、純正色でこんな色の車ないからさ。まあでもね、強いて言うなら、あのベゼルとか、あの辺で、なんだろう、あれ何色って言ったかな、なんか夜をイメージする名前だったな。うん、なんかあのね、ベゼルのあの変な色、変な色っていう言い方もあれだけど、だけどそれにしてはちょっと色が足りない気もするしな。そう、そんな感じでね。まあでも最近の車にはあるかもしれないな、こういうちょっと独特な色っていうのは。映ってるね。どうでしょうか。絶対これカメラだと、カメラに今ほんとモニターに映ってる色と全然違うんだよな。ほんとね、もっと紫な感じなんだよ。よし、ということでこんな感じで次々色を塗っていこうと思うので、一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。最後にこちらね、今回塗ったの。なかなか面白い色だと思うよ。よし、ではまた全部色塗ったら次の工程に入っていくので、一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。